参加は日本にかつて存在したとされる放浪民の集団である。本州の産地に住んでいたとされる。定義については口実のように激しく論争されてきた。故障は日本の警察による便宜上のものであり、差別用語としても使われる。定住することなく狩猟採集によって生活する。身を生産することでも知られ、交易のために村々を訪れることもあった。 職業の区別もあり、ポンと呼ばれる参加は、川漁、副業的な一致として竹細工などをしていた。また、見直し、天馬と呼ばれる参加は見、傍らささら、宝器の製造、行商、修繕を主な収入源としていたとされる。私的所有権を理解していなかったため、日本人の村人からは物を盗んだ、勝手に土地に侵入したと非難されることも多かった。 拠点を回遊し生活しており、人別帳や戸籍に登録されないことが多かった。参加は、明治期には、全国で約20万人、昭和に入っても、終戦直後に約1万人ほどいたと推定されているが、実際には、参加の人口が正確に調べられたことはなく、以上の数値は推計に過ぎない。日本語を使用するが、一部の単語では独特な参加語を使用する。 参加を漢字で書き記すときには、統一的な表記法はなく、当て字により、参加、参加、参や、参や、参加、参加などと表記した。また、地方により、ポン、亀釣り、見直し、見作り、天場など呼ばれ方も違う。漢人など、特定の職業を指す言葉と併用されることも多い。参加の実態調査を試みた立場による、呼び名の違いもある。 また、見のし、天馬と呼ばれる三家は見、傍らささら、宝器の製造、行商、修繕を、主な収入源としていたとされる。一説では、三家は自分たちの故障を仲間という意味で、健太と称し、河原にテントを張って生活する一団を、背振り健太、一定の縮小を持っている者を、土やつ剣太と言ったとする。三家という言葉が現れたのが、江戸時代末期の文書が最初である。 北海道の名付け親でもある探検家の松浦、竹四郎の著書に参下に命を救われたとの記述がある。彼ら自身が参下と名乗ったわけではないため、参下はこれ以前に候補として存在したと推察される。この手記では単に、山に住む人という意味で使われている。広島の省や文書にも、参下の子は登場し、山に住む犯罪者の意で記述されている。 明治時代に入ると警察を中心とした多くの行政文書に参加と記述され、ほとんど山賊と同義の言葉として使用される。民族学者の柳田邦夫が警察の依頼を受けて参加の現地調査を行ったのもこの時代である。行政文書に参加が登場する頻度は次第に減り、第二次世界大戦中にはほぼ皆無となっている。参加の子が 一般に広く知られるようになったのは、戦後に参加小説によって流行作家の地位を確立した参画館が発表した一連の作品群によるところが大きい。これらは実際に山中に住み、参加と呼ばれた実在の松浦一家への取材に基づいている。しかし参画は商業小説家であり、参加小説の内容は、 娯楽性を追求した完全に創作の人間ドラマである。三角の小説が流行したことで、その設定をもとに、風の王国を執筆した五木博之など、さらにファンタジー性が増した大衆小説が大流行した。三角の協力を仰いだ映画、セブリ物語も制作されている。三角文学の流行後には、三角は被差別民であり、 参加への偏見を是正しようという誤解に基づいた運動が見られるようになるが、その頃には参加や里部の不定住者はほぼ消滅していた。1980年代のオカルトブームでは、謎多き参加は格好の題材となり、人代文字を使用する超能力を使う古代文明の生き残りであるなど、高等無形な本が多数出版され、様々な誤解や俗説を生むようになった。 さらに一部の会議主義者からは参加はオカルト好きの創作ではないかと実在まで疑われる事態となった。その後の参加研究では単純な貧困層と犯罪者あるいは犯罪者予備軍の隠れ家としての生活形態を持っていたものを切り離して考えようという見方が一般的になりつつある。しかし全国的に参加の名称が使われ出したのは もっぱら関係の用語としてであったことを考え合わせると、これもまた間違いであり、学問的中立性を欠いているという批判もある。強い監視が必要であると過去に目されていた一定の集団は、単純な貧困層より早い段階に、社会構造の変化や、関係の圧力により参観部や里部からは姿を消したのであろうという考察もある。社会学的な側面で、 参加という言葉や、それを取り巻く状況を検証する動きが成果を上げており、議論に一定の方向性が生まれつつある。江戸時代末期から大正期の用法から見て、本来は関係用語としての色合いが強い。その初期から犯罪者予備軍、監視及び指導の対象者を指す言葉として用いられたことが三角間の小説における参加像の背景となっている。また、 産科を学問の対象として捉えた、最初の存在といっても良い柳拓尿や、その同時代の研究者らも、その知識の多くを、関係の情報に頼っている。関係の刑事政策によって幕末から発生した、流民の愚反射に対して、川を漁をし、竹細工もする、漂白民の故障である産科が使われた。それが、マスメディアに乗って流通し、一人歩きした果てに、 日本の中で異なる種族を持った異なる種族のごとき、意味をはらむに至ったという。関係からの情報で、参加らしきものを調査した柳田は、高野八三郎の参加へコール犯罪者論を鋭く批判し、彼らの説盗は、在家に対する観念の相違に基づくものであるとして、一応用語の立場に立っている。参加と呼ばれた、不特定の層は徐々に、 元の生活圏に近い集落や都市部などに吸収されたと考えられる。これを境に里周辺部の非定住者の姿は見られることが少なくなった。全国民の戸籍が登録される体制が整ったため、江戸時代に人別から漏れた層も明治以降の戸籍には編入されるようになったと考えるのが合理的である。江戸時代において無籍者に定住できる土地はなく、明治以降は 政府が定住を指導したと考えられる。国家の近代化に伴う戸籍整備は徴税や徴兵など必然性がある。戸籍と定住を強要されていった結果、戦後に日本文化と同化し姿を消したという主張をする論者もいる。近代の社会形態の変化に伴い、過去に里周辺部などに見られた貧困層の多くが都市の中でも、 人口の流動性が高く生活困窮者の多い地域に移住したのではないかという主張もある。明治以降、官権にとって監視や注意が必要であったのは、その犯罪性から移動範囲が大きかった人々全般であり、その際に用いられたのが参化という概念であったという主張もある。歴史学者は参化の存在については認知していたようだが、 長年の間研究対象にするものは現れなかった。これは参加が日本の歴代の中央政権に対して政治、経済、軍事、文化、宗教などの面で全く関わり合いがなかったためである。また参加は人数が少なく遺跡などの学会で価値のある資料が見つかる可能性も低い。このため三加研究は一部の民族学者に限られ2000年。 以降の文系の大学や研究者が増えた時代に、ようやく専門の学会が結成された。参加に関する最初の学術調査と呼べるのは、柳田邦夫の調査である。彼は人類学雑誌に、板科及び参加と題された文章を1911年から1912年にかけて寄稿している。大垣警察署長であった、広瀬寿太郎の聞き書きとして、 ブリ打ちセブリジ領事上がりの実態を柳田の実体験を交えて記述している。参加は柳田や北定吉による大正期のもっぱら推論によってなされた問題提起、三角と同じく新聞記者であった高野や三郎の取材記事以後、昭和時代に入ってからの後藤光善のまた鬼と参加が見られる程度で研究対象としてはほとんど帰り見られていない。 柳田も仮説の段階で研究を放棄しているが有名な柳田が研究していたこと自体を古代宣伝し自説の根拠とする人間もいる。参加に関する一般人の知識は参角間の創作によるところが大きい。参角は新聞記者という経歴から実録小説のような体裁のスキャンダラスな参加小説を執筆して一世を風靡した。終戦後、 三角は戦前から1950年代にかけて全国で収集したという三角に関する資料をもとに論文、参加社会の研究を執筆。1962年には東洋大学から文学博士の学位を取得している。1965年にはこの論文をもとにした著作、三角の社会が刊行され、三角は一躍参加研究家として、 脚光を浴びることとなった。しかし、この研究は掲載されている写真の信憑性、さらに、江戸時代末期の偽書、上記をもとにしたと考えられる。三カ文字が紹介されるなど、そのほとんどが三角による完全な創作というべきものだったことが、現在では確定している。ありがとうございます。